なんてことだ。ほうほう、私の考案したこの装置を、これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ？そうでしょ？じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。ありがとうエルビー、早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。隊長の命令に従ったらこのざまです。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったな。ただじゃ済まさない。ハンジさん、
自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。リヴァイ兵長、助けてください。ご迷惑をおかけしました。軍大将が手分けして捕獲地点を探せというもので。さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。まとめて相手してやる。救援要請だ。無視はできねえ。リヴァイか、援護を頼む。手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだな。この兵力での参加はリスクが低下すぎる。すぐにハンジと合流しろ。悪い。助かった。きっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあると思うの。設置できるね。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、1体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいい。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を輸送してもらってるからね。クソ、部下の危ねえまでさせやがって。苦戦してやがるのか。やつら小さい分小回りが利くな。おいエルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。
兵長。はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。俺だって役に立つとこ見せてやります。この大きさ素晴らしいね。これで貴公子だったら最高なんだけどな。貴公子ならここにいるだろう。兵長、一生ついていきます。行く行く。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。どうしてバケモン。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。どうしてバケモン。あっちに強い巨人がいるのかな。こいつをどうにかしないと。リヴァイ兵長、援護感謝します。起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえと。やっほー！
まずい。巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。奴らを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破で何とかなるだろう。
つけえやつらだったな。今のうちに捕獲した巨人を運べ。巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビー